イエルスクワットはですね、光るコスチュームを着て、踊るチームなので、まあ、他にはないダンスチームになっています。なのでダンス以外のことを小道具を使ったりとか、化け物のような動きとか獣のような動きとか、まあ、そういった演技っぽいものを求められることが多くあります。なので、結構やったことがない動きであったりとかっていうのが多くあると思うんですけど、ただまあそういった自分たちがやったことがないことでも楽しく挑戦できる人間っていうのがやっぱり ES カットの質の人材なのかなと思うので、そういった熱を持ってですね、新しいことに挑戦できる人間っていうのをお待ちしております。多くの人の、挑戦をお待ちしております。よろしくお願いします。